こんにちは。ここは東京都の文京区本郷です。本日は2020年の8月の7日、目の前にありますのが東京大学の赤門です。私ずっと正門だと思ってたんですけど、センター試験の時に東大来たんですが、実は正門というのは別のところにあったようですね。東大はもともと加賀藩かなんかお屋敷があって、そのお屋敷の敷地に大学を建設したんですけども、当時の門が現在でも赤門として使われている、確かそんな話だったかと思います。で、今回はこの本郷という土地を東大周辺、東大のある町たるこの本郷のですね、町の様子を楽しむためにある旅館さんを一つ紹介させていただきます。だから一応言っとくと、今回は企業案件ちゃんは企業案件というやつなのかもしれないんですけど、ともかくですね、東京都内のその旅館、今から紹介する芳名館さんと共同で企画して動画を撮影させていただいておりますので、よろしくお願いします。で、まずね、当たり前のことなんですが、東京大学っていうのは日本に一つしかありません。これほどレベルの高い大学が他にありませんので、全国のさまざまなところから東大に人々がやってくるということになります。だから街の様子もかなり独特のものになります。まずですね、赤門の目の前に赤門餅扇屋って書いてありますが、他にもですね、1個お隣は赤門そば、それからね、こちらは赤門餃子券だそうです。赤門に何でも便乗。表通りはね、やっぱりその立地を生かしてお土産屋さんとか、ご飯屋さんとかそういうのが多いですけれど、ちょっと中に入れば昔ながらの建物で学生街という感じです。これもきっと学生の人がここで食事したりするんじゃないかと思うんですけどね。値段も、安めの方が多いかな。またアパートや集合住宅の類も多く目につきます。特にね、1階がなんか一軒家というか大家さんのお家で、2階とかそれ以上のところが下宿する人のお家と、そういう風なのが多かったですけれど、要するにこの辺りは高級住宅もありますが、東大生が住まう生活の場としての役割も強いわけです。ただ昔はこの辺りもたくさん下宿などあったらしいんですが、実際にはさっきのような下宿らしい建物はこの界隈ではもはや少数派になりつつあって、代わりに目立つのは高級そうなマンションとか一軒家とか、あまり大学生が使うとは思えないような建物です。そんな中で昔ながらのこの東京大学の街、その雰囲気を今にも伝えてくれる大変貴重な建物があります。これが今回皆さんにも紹介いたします芳名館さんです。鳳凰の王に明るい館と書いて芳名館。建てられたのは今から115年前、日露戦争が終わった1905年のことだそうです。ここが本館で、他に別館が2つあります。入り口の脇のところ、登録有形文化財と書いてある。東京都心でも大変貴重な文化財です。そしてそれからまず長らく東大生を受け入れて、ここで下宿として営業していました。で、昭和20年代戦争が終わってすぐの頃に下宿と旅館を兼ねるようになり、その後は旅館専門として昭和20年代から現在まで70年近くですかね、かなりの長期にわたって営業を続けています。帳場のところにもね、鳳凰の切り抜きがなされているし、この芳名館という名前は何なんですかと伺ったんですけども、これは関東大震災からの復興、その不死鳥のように復活する様と、それから鳳凰が泣く館という名前にしようかと思ったけれど、ただ商売で泣くというのでは縁起が悪いから、泣くという字、その名という字を明るいというものに置き換えて、そして芳名館になったそうです。スーツ旅行チャンネルではこれまでに何度も関東大震災の被害が甚大であったということ、そしてその頃に東京に建っていた古い建物はもうほとんどみんな壊れてしまったということをお伝えしてきていますが、この本郷周辺は地盤が大変よく、地震が起こってもですね、あまり被害がそんな深くなるということもなくて、関東大震災の時の建物もそれ以前のものも割と残りやすいような恵まれた立地であったそうです。部屋数ももともと下宿だったというだけあって、かなり多いものです。で、これが私の部屋。あ、涼しい。ここでですね、初めて涼しいという感覚を覚えることになります。実はさっきのここまではね、あまり涼しくない。で、なんで涼しくないのかと言いますと、いや本当今日はもう熱中症アラートが出てるから、ね、気をつけなきゃいけないんですけど、ここからね、下を見下ろしますと、こんな風にお土産売り場とですね、それからここにコカ・コーラの自動販売機と、それから水があそこに出てるわけですけども、ここ今では屋内ということになってます。上に屋根もついていますが、この屋根もね、見ていただくと、その昔からあった、少なくとも明治時代にはこういうものはなかったですよ。後からつけたような感じの屋根になっている。で、これはですね、なぜこのような形になっているか、もともとこの下が外だったからです。ここはね、全部吹き抜けの外になっていて、中庭の構造だったそうであります。で、またこの中に入るとこんな感じで周りをぐるりとこう取り囲むですね、通路が巡らされていて、そして部屋の中というのはこれを開けてから入ると、これで初めて、屋内というのかわからないですけども、自分のですね、正確ないるべき場所ということになるわけでございます。
で、これがまず部屋の全景なんですけども、結構広いですよね。もっとね、私学生寮っていうから狭いんじゃないか、4畳半ぐらいなんじゃないかなと思ったんですけど、意外とそんなことはなくてね、あ、当時の人もこんな広いところ住まってたんだ。まあ、実際もちろんここは使われていたらしいんですが、当時の人たちがね住むところの中ではどうも、この下宿の中ではかなりいい方の部屋だったそうです。なんでも方角とか向きによってね、高いとか安いとかがあったそうでして、まあ、必ずしも東大生だけがここに住んでいたわけでもなかったらしいんですが、まあ、割とお金を持っているような人が、まあ、どっちかというとこの辺のあたりに住んで、で、あんまお金のないような人はですね、西向きの部屋に住むとか、どうもそういうのが当時ではあったんじゃないかという話を伺いました。長い歴史がありますからね、多分すごい人が住んでたとかそういう話あるんだろうなと思ったらやっぱりありまして、太平洋戦争の降伏文書に調印した当時の外務大臣の重光葵って言ったかな、その人がねここに住んでいたそうですよ。ただなんか東大生だったからここに住んでたというよりは役人の人だったんで、それでねここに住んでいたと。別に必ずしも東大生だけが住んでいたわけではなかったですからね。ちょっと開けて見てみようかな。いかにも下宿っていう感じだ。でまたね、入れていただく時の接客も感動的に良くてですね、これはいい意味で言ってるんですけども、大変旧態依然としていて、昔の旅館とかに泊まるとこういうサービスだったんだろうなと、まあ、そのやり方を、ね、今でも続けてくれている。これはまた素晴らしく感動するところです。もう私は全部済ましちゃったんですけど、まず部屋に入るとそこに靴を脱いで置くわけですよ。でそうすると宿の方がそれは靴箱にしまってくれるんですけども、でそれでスリッパ履くじゃないですか。で入ったらばここに通されて、で今は何も置いてありませんけど、ここに宿帳があってね、前泊地はどこどことかそういうことをこう書いて、で宿帳を提出するということをします。でそれからね、こちらですよ。これすごいなと思ったんですけど、いろいろ並んでますが、50のと400円とかね、これは修学旅行グッズのお土産です。でなぜここに修学旅行のお土産売り場があるのかというと、実はこの本郷というのは昭和の30年代40年代ぐらいまでは修学旅行で東京に来た、まあ、生徒たちがですね泊まる場所として、かなり栄えていたところなのだそうです。本当にねこの辺りには旅館がたくさんあって、もちろん受験生の需要を大きく支えていたでしょうけれど、それだけではなくて、東京に観光しに来た人たちは大体この辺りに当時大量にあった旅館に泊まる。だからここでお土産も買うということなんですが、ここにね修学旅行の需要がもうバンバンあった頃のその時代のお土産がまだここに売っておりまして、もう現在では生産していないようなやつだそうですけどね、皇居丸立て二重橋と書いてあります。もう今の中学生とか高校生とか二重橋とかね、菊の御門とか見されても分かんないでしょうね多分。これ400円とかで売って利益出るんですかね。相当昔に仕入れたやつらしいですよ。まあ見れば分かりますけど、このシールのやつとか。それからですね、これもまたすごい、ご貴重品は必ずこのラが抜けている、昔特有のね送り仮名とかがちょっと省略される書き方、そしてお休みの時はこれも休むっていう字がこれでお休みと読ませるんですね。時は戸締まりをお忘れなきよう、旧仮名遣い本郷旅館組合と書いてあります。この本郷旅館組合というのは、つまりこの地区にですね、たくさん修学旅行とか、まあ、そういった事業で泊まる人が多かったので、旅館が多かった時代の名残なわけでして、現在この本郷には旅館がいくつあるかといいますと、まず昔全盛期で100軒以上あったらしいんですけれども、現在は2つということになっています。随分減ってしまった、まあ、ただ一応言っておくと、その2つのうちの1つ方明館さんが3つですね、建物を持っておりますので、まあ、数で言えば建物は4つとかそういうことになるのかもしれません。でそれでですね、夕飯もいただこうと思うんですが、いつもだったら、いつもというかコロナの前は夕飯もお作りになっていたらしいんですが、まあ、今はね夕飯の支度は特にされてないということなので、まあ、その代わり街へ繰り出してですね、いろいろ買って、まあ、テイクアウトがいいかなと思います。持ち込みは OK ということだったから、あそこでいただくことにします。自分が前からこの町に住んでいたかのように旅館を出てですね、でこの辺りをブラブラと歩き回るのはなかなか楽しいことです。本当だったらですね、お風呂を入ってさっぱりした後に出ようかなと思ったんですけども、ちょっと新型コロナウイルスの関係でお店も休みになっているところがあったり、早く終わっちゃったりすることもあるというので、今回はね早めにちょっと出てくることにしました。そしたらこんなんありましたね、これね、東大生とともに明治から食堂森川、もうなんか明治からあるものがこの辺はいっぱいあるのかなと思うんですけど、まあ、一方で明治からここにあったけれどもなくなってしまったというものの方がどっちかっつったら多いんでしょうね。昔は本当に旅館とかね寮とかそういうのが大量にあったそうですよ。で行こうと思ったんですが、やっぱり営業時間がちょうど終わってしまったので、引き続き表通りへ、また本郷通りのところまで来ました。でまあ、候補はねいろいろあったんですけど、ここにしました。一番餃子、なんか東大生らしい人がいっぱいいたんで、ああ東大生が食べるとこと同じところで食べようと思ってね。
美味しかったですね。あの学生らしく XO 小チャーハンを食べたんですけど、それ680円で大盛り無料だったからそれにしたんですが、それ以外にもですね、あの隣に東大生が来てあのカシューナッツ炒めみたいなの頼んでたんですよ。確かこれだったと思うんですけどね、あのこの写真だとまあこのぐらいの量なんですが、実際にはなんかこの倍ぐらいの量にうつ高く積まれてきて、なんだこれは、学生がいっぱい来るようなところだと量が多くなりがちです。まあ、私が本当に学生らしい学生やってた時はあんなのも食べられなかったですけどね、金がなさすぎて。なんかね、この道を落第横丁っていうらしいですよ。確かにここまでは学生街の雰囲気がかなり強いですからね。一方でここから先はね、昔は多分下宿みたいなのいっぱいあったんでしょうねって感じ。あ、でもこれも下宿だわ。で10時になるとね、風呂が閉まるらしいんですけど、これ男性用の風呂ね。外にスリッパを置いておけば分かると。これでこれ自分一人で使っていいってことなのかな。そうみたいだな。ここにこれ1個しかないですもんね。この風呂も、あ、これもこれ結構昔のタイル張りじゃないですか。この扉のこの仕切りとかね、あ、上のところにも湯気を抜くやつがあるわ。へえ。あの私一人で使えるらしい構造をしてますけども、だけど大量に桶とかがあるのはですね、やっぱりここも現在でも修学旅行とかの需要があるそうです。やっぱり学校の先生とかによってはね、あの昔ながらの修学旅行というか、あのみんなでこういうところ行って、古き良き時代の旅館に泊まって、経験を共有してほしいというような学校もあるそうでして、そういうところのね、需要を現在でも強く受けているということなんですが、ただ最近ではそのような団体旅行は消滅しておりますので、ここもですね、従来のようなお客さんから今泊まってもらうことがなくなり、かなり大変だと聞いています。まあ、当たり前ですが男湯しか入れないんですけれども、あのこれは翌朝に撮影した映像ですが、もう一つ今基本的には女湯として使われているらしいこの竜宮風呂がですね、相当すごい風呂だということで、これをお許しをいただいてあの入っております。翌朝の写真で映像ですけども、まあ、こんな地下空間になってるわけですが、これですね、立派。これを見てあのどういうふうに思われるかっていうの、あのあんま詳しくないとうおーって感じにならないかもしれないですけども、一面のタイルのこの構造はですね、戦前に作られたもので、作られた当時のまま変わっていないそうです。またこれ入っていいそうなんですけど、この小さいタイルね、これがなくなってしまうとね、もうなんか今では作ることができない、そういう特殊なタイルだそうですよ。左官屋さんみたいな職人さんが来てね、こう一個一個貼ってったんだろうと思いますけど。さて、そんでそれからね、まあ、今回ここに泊まったのは実はお仕事の打ち合わせをすると、まあ簡単なね、打ち合わせみたいなのをするという目的もあったんですけども、それも終わりまして、まあどっちかっていうとおしゃべりしたけどね、今、午前0時、うん、あ、美味しいけどあんまり今たくさん飲むのはやめとこう。カフェインが入ってますからね。よし、まあ、歯磨いて寝るわけですけど、消灯の時間があります。もう電気は消えてるから、そーっとそーっとね。よし、これいい感じだ。やっぱ暑いですね。むち暑いな。別にこの旅館が悪いわけじゃないですけど、東京もなんでこんな暑いんだ。別にまあいつもそうなんでしょうけど、今日ねここまで自転車で来たわけですけど、やっぱ暑かったから脱水気味だったのかな。全然ね、あの水ガブガブ飲んでるのにトイレ行きたくならなかったんですけど、まあ、ようやく初めてのトイレ。やっぱトイレがどんな風になってるかってのは気になりますよね。これ脱いでいけばいいんだろうな。あ、いいトイレがある。昔から2階にトイレあったのかな。多分あったんでしょうね。で、だからこの洗面も低いんですよね。多分明治時代の日本人のその背丈に合わせた企画なんでしょう、これ。ちょっとね、深夜の消灯後の旅館の中をなんか歩き回るってのは楽しいもんです。少しだけね、今この辺りにはお客さんは泊まってないようですから、まあ、外に何々様ってここにですね、あのこの歓迎のところの下に出ますんで、これが出てないってことはこの辺には誰も泊まってないはずですから、多少喋りながら歩いても大丈夫と思います。この階段も、まあ、もちろんできた当時からのものそのままらしいんですが、ただ切れてきておりまして滑るんで、お客さんの滑り止めのためにこういうカーペットを敷いてくれたそうです。もうこの旅館ね、本当山手線の内側でおそらく唯一のこんな木造の古めかしいタイプの旅館ということでして、まあ、これほど歴史のあるところは本当に他にないでしょうね。
ってね、また東京大学から一番近い旅館でもあるということで、受験のシーズン、もう東大の入試の1週間ぐらい前になると全ての客室が、東大の受験生で埋まって、みんなそこで泊まり込みの勉強をするんだそうです。でこれがこの旅館の伝統ともなっているんだそうでして、例えばね、よく言う話では、お父さんの東大受験の時にここに1週間泊まり込みをした、そしてお父さんは合格して、その後息子さんが世代を重ねてやはり東大の受験をするということになって、そこでまたやはり1週間の泊まり込みをして、そしてやはり東大に合格したとかね、そういう話結構あるそうですよ。あとね、そうそう、大事なこと皆さんに紹介するの忘れてましたよ。寝る前、これ方明館の宿泊の料金とかね、価格帯どんなプランがあるのかってことなんですけども、楽天トラベルのやつをね、皆さんにご覧に入れていた、そういう風に社長さんもおっしゃってたんですが、ここにまずこれ出てるのはね、これ大人数で泊まるようなやつです。でこれ実は まずすごい安いということが目につくと思いますけども、現在でもですね、部活 の遠征とかね、合宿とか、そういった感じで学生さん、そういう人たちの泊まる利用が多いんだそうです。でもこれは大人数なんで、今あんまりそういう大人数での旅行ってのはないと思いますけどね、プランをちょっと、これで絞り込みをすればいいのかなと思うんですが、例えば明日から、大人じゃあ2人で泊まってみるとするじゃないですか。でこれで検索すると、こういろいろ出てくるんですけども、まず都民限定、これ1人当たりですね、税抜き7700円だから、だいたい8000円ちょいぐらいでですね、泊まれる、6畳間ということになってるんですけども、これで素泊まりかな。そうですね、素泊まりみたいですけど、なんかクーポンありますが、安くないですか。これ 2名でこれでこんな旅館泊まれるの普通にいいと思うんですよね。なかなかこう安いのない。で今夕食は作ってないということなんですけども、朝食はね、これびっくりしたんですけど、普通に部屋に持ってきてくれるらしいんですよ、明日の朝で。私7時半ぐらいにお願いしますって言ったんで、部屋に持ってきてもらう予定なんですけども、これでね、ゆっくり朝食をお召し上がりいただけますとかね、そう、この部屋に朝食持ってきてくれるこの値段だったら、別になんかこれなんか忖度っていうんですか、別になんか言わされてるわけじゃなくて、これ私本当に自由に今回も撮らせてもらってるんで、皆さんも私の純粋なレビューだと思って見てもらえるんですけど、安いですよね。で予約されるときはね、どれも貴重なレトロな建物ですが、本館と大町別館と森川別館と、明日の朝また紹介しますけど、いろいろありますから、その点は注意された方がいいでしょうね。でこれさっきね、見てびっくりしたんですけど、これいろんなプランがあるんですが、どんなプランあるのかなと思って私も見たんですが、だからね、中にはね、なんじゃこれ、とんでもないやつもあったね。この本館を丸ごと貸し切り、こんなのなんですよ。楽天トラベルでこんな値段のやつ、初めて見ましたけど。そう簡単にはね、これはつまり、事前に打ち合わせをした上でやるということになってるんで、多分通常ここに丸というのは出ないんだと思いますが、そんなことまでできるのか。楽天トラベルに多分あれでしょうね、こういうのできますよっていう提案の意味で多分載せてるんだろうと思うんですけど、びっくりだなこんなの。じゃあよっしゃいいのにね、明日早起きするというふうにわざわざ自分で勝手に決めて、朝の7時半からご飯持ってきてもらうことにした。本当は7時半からだいたい8時半ぐらいらしいんですけど、いいね、ホタロックだ。私好きですよ。最近これ使ってないんですけど。じゃあ、ふわふわの、久々の旅館。この間もね、小田原じゃました。箱根で泊まったんですけど、あれはホテルだったから、いいっすね。和風旅館。ぐっすり寝させてもらいます。おやすみなさい。また明日。はい。おはようございます。今ですね、午前7時20分です。あと10分ぐらいで朝ごはんをね、持ってきてもらう時間になるようです。いいですね。これ下から見上げると豪華な作りなんだろうなって気がする。この天井すごいですよね、本当に。よし、朝ごはんもね、持ってきてもらいました。こんな台座付きのやつで持ってきてくれたんで、このままここに置いて食べるみたいです。ご飯だ。ロールキャベツと具が入ったオムレツとお豆腐、それからオレンジと味噌汁。家庭的な朝食だ。ご飯の炊け具合はなんか私の好きな加減ですね。それからあとお茶を入れて持ってきていただいたな。昨日の夜入れた古いお茶も飲もうと思ったんですけど、持っててもらっちゃって新しくなりました。味噌汁とご飯と、それは誰でもそれ食べると思うんですけど、朝ごはんに。それからあとはオムレツでしょ。オムレツ見えないか。いろんな具がたくさん乗ってるオムレツでございます。オムレツと、それからキャベツね。であとは、こっちはロールキャベツが。ロールキャベツと、あと、お豆腐と、結構たくさん乗ってるオレンジということでございます。お茶は新しいの持ってきてくれました。これはほうじ茶かなんかかな。ちょっと、冷ましながら、
英国式の言い方ね。楽しないな。大丈夫ね。大丈夫か。じゃあいただきますと。うん。おいしい、おいしい。おいしい、おいしい。オムレツの味付けがなんか今までなんか食べたことないような味付け、おいしいな、これ。あんかけオムレツ、これが。よし、そしたらですね、この本館もそうなんですけども、この宝明館さんは他にですね、2つ建物がありまして、ですぐ向かい側にね、大町別館ですかな、もう1個別館があります。でそれは今日は本当はコロナの関係で、今日は休館日ということになってるんですけども、今回はね撮影させていただくことになっておりますんでね、行きましょう行きましょう。あ、いい感じだこれ。東京の山手線の内側ですよ。もう向こうとかね、昨日新しいビルみたいなのも建ててましたけど、これですよ。すごいよね。いや本当にね、東京の朝ってのは気持ちのいいもんですね。まだあまり暑くなっていない、こういうね、人々が活動を始めるぐらいの時間の東京もぜひ皆さんに楽しんでもらいたいと思います。でこれが、もう一つお隣にあります宝明館の別館、ここがですね大町別館ということでして、こことそれからお隣の本館と、この2つで一応一つの宿ということで楽天トラベルなどには登録をされているそうです。だから適当に楽天トラベルで予約すると、まあ、もしかしたらどっちになるかわからないということはあるかもしれませんけども、まあ、その場合例えばですね、向こうの方に泊まりたいという場合には、すみません本館希望なんですけどとか、こっちの方が別館なんですけど、別館の方がいいですとかですね、ある程度言えば、聞いてもらえるということもあります。ただ、まあ、最近は本当新型コロナウイルスの関係で空いていない、まあ、片方だけで営業するということも結構多いようなので、まあ、そこはよく確認していただいて、で例えば本館の方が閉まっていてこっちだけだったという場合にも、うまく時間をですね都合つけていただいて、それで宝明館の本館の方を見ることができるとか、見学はできるというふうにしていただいているようですから、まあ、皆さんそこもですねよくお楽しみいただければと思います。今回もですね、臨時休業ということになっているんですが、撮影のために開けていただいて、要するに私も見学をするわけです。でこのお隣の別館はこれね戦後に建てたものだそうでして、昨日聞いたんですけど昭和25年だったかな。なんでも元々は個人宅として使っていたそうで、個人宅にしちゃ相当立派だなと思いますけども、しかし、まあ、戦後の高度成長時代とかね、それからドラマなんかでよく出てくるその頃のお家の建物、そこに住まうような体験ができます。なんか郷土資料館みたいなとこ行くとね、こういうのありますけど、お城の中とか歩いてるみたいだな。とてもいい意味で宿泊施設とは思えんですね。池には鯉が詰まっておりまして、岩にくっついた苔みたいなの食べてるな。鯉は雑食性ですからね。このように縁側に腰掛けてね、夏休み体験ですよ。さっきまではそこにミンミンゼミがちょうどねいい具合に鳴いてたんですけど、あでも別のアブラゼミが来たな。セミだらけだ。よく見てみるといろんなところでねブンブン飛んでますが、まあいつもはうるさいけどね、ここで自然に目を向けてみればセミもいい音響かもしれないわ。もう私もね2月の下旬ぐらいかな、それからはもう本当にあんまり出かけなくなりましたんで、季節の変化を外に出て感じるっていうことももう全然なかったんですよね。だからなんかねもう昨日とかもここに自転車に乗ってくる時に、まあ、熱中症アラートとか言ってましたけど、本当なんかもう変な、あっという間に暑くなって季節も変わっちゃったら変だなと思ってたんですけども、まあ、ようやくこれでね心から、あ夏を迎えたと、そんな気分にだんだん変わってきましたよ。庭にセミが来ております。羽がまだね、なんか緑色の筋が入ってるんで、羽化したばかりと見えますね。もしかしたら昨日羽化したやつかもしれない。客室の奥は2階のようですが、これ確かにね、こんなに大きいとな、まあ、旅館にできるぐらいですから個人宅には大きすぎますよね。あ、素晴らしいな。木造旅館と畳の匂いがする。木造旅館の匂いってのありますよ。あ、結構ここ広いな。相当広いな。多分広いお部屋なんでしょうね。
まあ、ここが広いってのもまあ特徴だとは思うんですけど、掛け軸も相当立派そうなね、虎のやつが置いてありますが、これもなんか相当立派そうな虎の掛け軸とですね、まあ、あとこれですよね、やっぱね、切り抜き、まあ、昨日もありましたけれど、相当こういうのって作るの大変でお金かかるんじゃないですか。こんな素敵な喫煙所がありましてですね、座布団を出していただいたんですけども、ここに座って、いくらでもこのセミの鳴き声を聞いていられる気がしますよ。その本人はどこにいるのかな。あ、いたいた、鳴いてる鳴いてる。なんか私が近寄ったら困惑し始めたんで、ちょっと離れてやろうと思います。こんな素敵な風鈴も出していただいたんですけども、ただ今日はね、風がどうも、まあ、強く吹いてもこれぐらい、ほとんど無風ということで聞くことが難しいので、まあ、やらせですが、お聞きください。暑いのも悪くないのかなと、そんな気がしてきますね。また2階の廊下にはですね、こんな風に立派な窓がついていまして、すごいですね。奥のあの建築中のあの高層ビルみたいなやつと、奥の、まあ、文京区のね、まあ、分かりませんけど、あれ文京シビックセンターってやつかな、確かあれ文京区のランドマークですよ。それの手前でこの光景、いやすごい、本当に、ね、貴重な場所だと思いますよ。まあ、もう当たり前言うまでもないことなんですけど、いろんな、ね、テレビとか、ね、映画の撮影とか、ラブライブサンシャインの映画の舞台にも向かい側の本館がなったのかな、もうそんな感じで、もう至る所でですね、使われている貴重な建物でございます。あ、これいいですね、この障子で仕切るこの感じね。ここが多分一つ客室なんでしょう。お、なんだこれは、どういう構造なの。そしてこれが気になるな。大昔のやつですね。火災の方式でしょ。何かあったら押すやつだ。ちゃんと機能してますからね。へえ。これまた一段上がるとさらに奥までいろいろあるみたいですけど、ここはまたこういう客室。結構複雑な仕組みで探検する楽しみがあります。まだこっちもあんのか。これどうなってんだ、迷路みたいだな。こういったらここは客室。あ、結構いっぱい泊まれるんですね、広いんだな。まあ、迷路みたいとは言いましたけれど、ちゃんとこういう風にですね、非常口の案内とかしっかりしてありますんで、そんなに、じゃあ実際どこ行っていいか分かんない、まあ、そういうことはないと思いますけどね。風呂はなんかこっちらしい、のれんがかかってる、多分お掃除中なんじゃないかなと思うんですけど、いいのかな、ちょっととりあえず開けてみるか。で、ね、見せていただいたら、お風呂、お湯が入っておりましてね、これ循環のお風呂、多分冷めづらいってことなんでしょうけど、爆反石を通して水質が柔らかになるか教えてもらいましょう。これすごい立派な風呂だった、びっくり。で、上もですね、昔ながらのこれ構造でしょ、要は湯屋建築っていうのかな、上のところからこう湯気が出ていきやすいように、こういう形、結構換気のね、窓がずらっと並んでるの分かりますけど、ちゃんとこういう必要なところはね、こんな風にリニューアルされてるというのがありがたいところですわ。で、本当に大きいところでね、こっちもさらにこれ増築部分ですね、こう鉄筋コンクリートのやつだと思うんですけど、こんなのまであって2階から3階まだ続くようですが、まあ、なんか学校の廊下みたいな雰囲気ですけどね。修学旅行の需要がもうすごく強かった時、まあ、今でも修学旅行とか、それから団体の貸し切りとかですね、そういった利用がここは相当多かったということなんですけども、合宿の利用とかでもそうなんでしょうね、受験生の人が使うとか、それで
建て増ししたんだな。でここさっきもね、まあ、1回実は来たんですけど、あこれ素晴らしいなと思ったのが、この外にあの普通のもう多分お隣 の、 あのアパートだと思うんですが、そのアパートがあるということです。あのね、私の部屋もそうだったんですけど、あの自分 の、 あの今日泊まった部屋のね、もうすぐ向かい側もやはりこんな風になってて、で昨日まあ夜の遅い時間にね、まあ、何時とはちょっと言いませんけど、住んでる人がいるからね、あのガチャガチャガチャって鍵開けてバタンと入っていく、まあ、その人のね生活の音みたいなちょっとだけ聞こえてきましたけど、それがまたなんかこう東京の都心にいますっていう感じで、とってもいいですね。粉見つけたんですけど、なんだろうなこれ。これ開けてもいいだろうなこれ。あああれか、裏側が押し入れなんだ。まあてか裏が押し入れなんですけど、多分押し入れの続きのためですねこれね。カビが生えちゃうから。別館の方もだいぶ一通り移したんですけども、まあやっぱ暑いですからね、あちこちこう移して歩き回ってしばらくかかると疲れるわけですよ。ちょうどね冷房ついたあの応接室に招いていただいたんですが、いいですね。いやアイスコーヒーをね作っていただけるってことだったんですけど、あのお水をお願いしました。私水好きなんでね。あ美味しいですねおかわりもらっちゃうかな。ちょっと居心地がいいんでね、いや仕事中ですけど、まあ、10分ぐらいここで休ませてもらおうかな。別にそんぐらいで大丈夫でしょう。ちょうど 10分経つと10時ぴったりですから、まあ、頃合いもいいかと思います。で今ですね、本館とそれから大町の別館、この2つを見せてもらったんですけど、ここからもうちょっと進んだところに森川別館というのがあります。でこの3つでですね、方名館が構成されるわけですけど、最後にこの森川も見せてもらえることになりましたんで、これ言ってほんで今日この動画は終わりってことになるのかな。そんじゃあのサンダルを履いてね、森川別館のところに出発です。でここにあのさっきね応接室のところにあった本を読ませてもらってたんですけど、なんかねその本によれば、あの向こうの本館をまあやってた時、昭和20年代に、この旅館 の、 あの宿主の方、要するに旅館の経営者の方のお家をここに建てるっていうんで、それでこれ作ったそうです。ただあの本館よりも宿の方が立派、あ宿主の家の方が立派ってのはちょっとどういうことなんだというふうにですね、お客から言われて、それで急遽旅館に変えたという話ですね。でこっちがあのさっきも紹介しましたけど、割と後に建てられたあの別館のさらにコンクリートの作りの部分で、まあ、なんか外から見ても学校って感じですよね。私の自転車も実はここに止めてあります。あの別館の、入った客室 の、 あの天井のなんかこう掘ってある彫刻みたいな切り抜きのところ、あれすごいいい作りだったじゃないですか。あれすごい豪華な作りだなと思ったら、あれもですね戦争終わってあの建物をすぐに建てたもんだから、当時ああいう豪華なあの彫刻みたいなのをする職人さんの仕事が なかったらしいんですよね。でそれでそういう人たちの手が余っていたから、あのかなり豪華な作りにすることができたんだそうです。要するに多分ああいう高級な仕事を手掛ける人たちが手が余ってたから安く仕事を請け負ってたりとか、あと多分そういう職人の手配が割と簡単だったってことなんでしょうね。歩いてたらねこんな古そうな建物があって、あ教会かなと思って、これねあの お寺っていうのが浄土真宗の仏教の建物だそうです。こことかステンドグラスまであるんですけどね。で中でねあの内装もなんかすごいお寺ではなく、あの明らかに教会なんじゃないか、そんな雰囲気のね建物だと教えてもらったんですけども、あのこちらですね、これがですね森川別館、あの画面の右手のねこの奥の敷地ね、ちょっと壁なんかが連なっているのが見えますけど、 あそこが東京大学ですが、左側に、ね、ちょうどこの地区の説明が書いてありますので見てみますが、昭和40年代まではここを森川という町名で呼んだと。で現在は、ここも全部本郷だったかと思いますが、ここ本郷6丁目ですね。ちょうど坂道になっていて2階から入る不思議な形になっている、これが森川の別館。建てられたのが、ね、昭和の30年代の前半ということですが、昭和30年代にね、ずいぶん大きな土地があるじゃないかと、この土地を買って要するにここに建てたわけですけど、なんでそんな大きな土地が手に入ったんだろうな。もともとですね、ここも大きなお屋敷があったそうです。なんか東大の先生かなんかのものじゃないかって話なんですけども、その大きなお屋敷、それはもともとをたどりますと、さっきの解説のところにも書いてあったけれど、江戸幕府と大変関係の深い、徳川氏に、譜代大名として仕えていた、本田家のお屋敷があってですね、そのお屋敷が、現在もその敷地を、このままに、今は森川別館として営業しているということでございます。で館内のねあの昭和のレトロな雰囲気というのはここが一番強そうですね。上からちょうど早速入るとシャンデリア入って右側には帳場です。最初に言った本館はねやっぱ下宿っていう感じしましたけど、ここは下宿というよりは旅館のために作ったという感じ。ただ大変レトロですよ。前の東京オリンピックよりは前に作られた古い建物です。で各部屋ですね、こういう風に連なってるわけでして、やはり修学旅行などの需要で大変にぎわったそうです。
入ったこの部屋はね、多分もともとは客室だったのかなと思うんですけど、あの展示室というふうに今ではねどうもなっとるようですが、いろいろ置いてあってですね、昭和30年代この旅館が建てられた当時のものがいろいろ置いてありますが、修学旅行と関係が深いこの地、これですね、鉄道が好きな方は分かると思いますけれども、国鉄の急行用電車の、まあ、ちょっとその改良品といいますか、155系という修学旅行専用列車、多分日の出号かな、鉄道博物館にですね今でも飾ってありますけども、普通、電車は特急でも急行でも横4列掛けなんですが、小学生を乗せるのでこれは横5列掛け、座席は少し狭めに作ってあって、その代わりたくさんの子どもたちが乗ります。これでですね、東海道新幹線がまだできる前の、昭和30年代で、まあ、大阪とか名古屋とかね、まあ、遠方から子どもたちを乗せて東京へ修学旅行へ行くと、で東京の子どもたちをまたこれで、関西の方の修学旅行に連れていくということをしたそうです。これに乗った子どもたちがこの旅館に泊まったわけです。これはあれだな、あの皇居でなんか仕事した時にもらえる、これもらえるやつなのか、もしくはなんか お土産みたいなやつかもしれませんけど、この新幹線のおもちゃ、この全部きれいにあるけど、これ貴重だな、欲しいぐらい、まあ、くれなんて言えないですけどね。下の方の階に、ね、お風呂はありますけども、いろいろ古くはなってきたけれど、内装は当時のまま作った時のものを維持してくれてるようで、このタイル張りですよ。この中に入るとね、さっき見せてもらったんですけど、ローマ風呂ね、丸い形のローマ風呂、壁一面のタイル装飾です。今はね、まあ、お昼ですから、あのお湯も入っていないしお客さんもいませんけども、これはね、この中にお湯を溜めて、で丸いところに修学旅行生たちがたくさん入って、でみんなで内側を向いてワイワイおしゃべりをすると、そういう場所だったようです。やっぱなんか学校っていう感じのするね、階段を上ってきましたけど、ここは2階なんですが、あのこんな風にエレベーターがありまして、まあ、要するにあの食べ物とかをこれで上に上げるわけです。で今ではこのボタンのところがこう光るんで、現在地どこどこですよっていうのがこれで分かるから、まあ、あの今使わない機能らしいんですけど、こんなですね、あの蓋がありまして、そのこれでね、あ今からあのお食事行きますとか、なんか2階持ってきますとか、ね、そういうことを言うんだと思うんですよ。でそうするとあの下のところとですね、まあ、これがちょうどあのなんですか、まあ、潜水艦の上との、ね、あの通信とか、まあ、あのデラックス糸電話みたいな感じで、あの物理的にこう声が届くんで、物が上がってくるというのが分かるという仕組みだそうです。でさっきも言いましたけれど、2階が入り口なんですよね。これがまた不思議ですけれど、まあ、やっぱり木造とかこの階段のところなんか木ですからね、だからこう音が響いたりすると、まあ、そんなに別に大きな音じゃないんじゃないかと私なんかは思うんですが、まあ、結構泊まっている人の中には、ね、気になるという方も、まあ、中にはおられるそうです。だから階段の近くの部屋なんかはちょうど音があの大きく部屋の中へ人が歩くたびに聞こえてくるようなんですけど、それがこの部屋の売りでもあるそうでして、ここにですねちょうどこんな感じの古めかしい机が置いてありますが、この部屋はですね、ああ青春の下宿プランって、まあ、これあのいつでも普通に予約すれば、ああ青春の下宿プランでお願いしますと言えば止めてもらえるらしいんですけども、ここはまあ4畳半、いや4畳半じゃないか、6畳間ですかね、6畳間で、このまっすぐ脇に階段があって、人の歩けばその音が聞こえてくるような、まあ、昔の下宿をイメージしていてですね、でここで頑張って大学通いながら、まあ、一生懸命勉強したそんな感じの机だなと、まあ、私も実はね今回あの下宿ってことだったんで、あの大学の卒業論文とかやろうと思って持ってきたんで、ちょっとね仕事が忙しくてあの結局やらなかったんですが、なんかここで大学生っぽく勉強するのもいいかもしれない。これ伊達メガネですけど、面白いですね。こんなに昔の人大きいメガネかけてたのか。これ緩和辞典ですけど、おお中国の地図だ。これはさすがに人民共和国の時代のやつのようですけど、拝見し終えましたんで部屋の電灯も切っとこうと思うんですけど、これもまたね昔ながらのものですよ。昭和30年代ってこういう電灯だったんですね。やっぱ周りが住宅地で道も狭いんで、どんな風な全貌をしてるかってのが分かりにくいんですけど、相当ね客室がいっぱいあって、なるほどこれなら修学旅行の受け入れもできるなって感じ、結構な定員数ですよ。お部屋の名前ですけどね、暁高千穂霧島とか特急列車の名前かなみたいな感じですが、これ羽衣富士秋月あやめと書いてあります。やっぱ多分あれなんですよね、あの戦艦とか特急列車とか、なんかそういう昭和の時代のなんかこうなんか名前つけるみたいな感じの時って、大体こういう風なネーミングセンスが通ってたってことなんだろうな。多分いろんな部屋がありますけど、これあやめの間、これ八丈間ですね、それからこっち富士の間がありますけど、やっぱ富士の間が一番立派なのかな。
これ10条でしょ、ニーシーローハート10条ですね。なんかこれぞまさにきちっと作ったしっかりした感じって感じですね。良さそうな向きに作ってあるようにも感じますが、ここはですね、部屋の入り口のところにあやめって書いてあるんですけど、ここは書いてあった秋月だ、秋月。これはこれもやっぱあれですね、8条間ですね。やっぱ富士山ってのはそんだけね、日本人にとっては特別だってことですよ。千鳥も見た感じ8条、末広も多分そうでしょう、この感じは。そうですね、8条間だな。でここはね、いろいろ面白いイベントもされてるそうでして、ちょうどここにね、置いてあったのを、勝手に撮ってるわけなんですが、先生ご一行様、宝明出版社編集部と、そんな風に、ね、ここ置いてある。これは何かと言いますと、ここには、ね、文豪、缶詰プランという面白いのがありまして、それいつもやってるわけではないんですが、文豪になりきってですね、ここに缶詰になって、そして出版社の人に、ね、原稿をせかされる体験ができるというのが売りのところです。面白いですよね。面白いけどね、やっぱ出版社に、ね、原稿をせかされるっていうのはね、あんまり自分でやってみると、それは誰でもそうだと思うんですけど、やりたくないもんですけど、そういう面白いプランがありまして、なんか例えばね、外から時間限定ですけれども、中に行ってね、先生がちゃんと原稿を執筆してるか見張られる体験とかですね、先生ちゃんと原稿できてますかって部屋に電話がかかってくるとかね、そういうことをされてるそうですよ。私もそこまで行ったことはないけど、やっぱ出版社に、ね、ちゃんと原稿できてますかって聞かれるのは、なんかこの間自分でも本とか書きましたけど、あんま落ち着くもんじゃないですけどね。いや、私は別に納期遅れとか出しませんでしたけど、この奥の方の部屋、これ春菜って書いてあるのと、右は長良と書いてありますが、これはなんか先生用って感じですね。作りが普通のやつより豪華だもんね。ここまで行ってここで靴脱ぐんだと思いますけど、部屋も広いもんな。2、4、6、8、12、14畳、いやすいません12畳でしたが、いいな。先生はなんかやっぱ修学旅行でもいい目の部屋に泊まるんですよね、なんかね。それでどういうところが校長先生の部屋なのかっていうのを聞いたんです。そしたらやっぱね、校長先生とかがお泊まりになる部屋ってちゃんと設定があるらしいんですけど、私がさっきに、ここが先生の部屋かなみたいな言ったところとはちょっと違いました。でこれですね、まずこんな風にこう段差があって、今までとはもう随分ね違うというのが分かりますけども、この部屋です。でこれ入るとこんな風にですね、木の真ん中こう、これもまた今までだったらね、これ直接この襖のところになるわけですから、違うなって感じですが、でこれで上がると、普通に奥に部屋がありますが、その手前に、継ぐの間っていうのかな、こんな感じのですね、間の鑑賞エリアみたいなのがあって、でここでまずここの襖をスーッと開けて、でお茶とか入れてですね、ですいません、お茶をお持ちしましたとか、これ開けて中に入るというようなことができる。でそれから部屋がですね、全般的に広くて、最近では金庫とかね、冷蔵庫とかを、旅館の部屋に設置するようになったんですけども、床の間がそれでもスペースがあるから、床の間に何も置くことがない、結構しっかりしたところであり、そしてまた開けるとですね、前庭がこうよく見えると、やっぱ景色がよろしい。だから旅館ってのはね、どうしても木造だと茶色をメインになりますから、茶色に対してそれと反対の色に当たるね、緑系の色、赤系と緑系がこううまく対照的になると部屋の美しさも随分違うのかなという気がしますんで、やっぱこのお庭の見えるところがね、一番の特等室みたいですよ。広いかどうかじゃないんですね。そんな広くたってね、しょうがないってこともあるから。それからね、部屋の名前なんですけど、あったこの部屋は瑞穂じゃないですか。でこれが大鳥ね、こっちは桜で、ここは緑なんですよ。これさすがに全部鉄道、あまりにも鉄道の要素が強すぎるんじゃないかと。これですね、やっぱりこの旅館の方が2代目の方面館のですね、社長さんだと思うんですけど、鉄道がお好きだったようとして、特急列車の名前をお付けになったんだそうですね。あ、やっぱそういうことだったのか。これ聞くとね、やっぱそれはそうなのかなと思います。おお、ここから見えるあれが、東京ドームホテルですね。あそこが水道橋ですね。いや、都心だっての忘れてましたけど、こんなもう東京の大都会にいるわけですよ。やっぱね、木造の旅館でいろいろ隙間がある日本家屋ですから、換気もいいですし、それからね、やっぱこういうところで会議とかやったら取引先とかの人にも面白いと思ってくれるんじゃないかなと思ってね、ここで会議利用とかそういうのあるんですかって聞いたら、やっぱり、ね、あるそうですね、ここを会議室として使うっていうの。いや、すっかりですね、もうお昼になりましたよ。朝のもう9時前に取材始めたんですけど、別館の2つ見るだけで2時間半とか3時間ぐらいかかりましたからね。
要はそんだけね文化財として見応えがあるってことなんで、まあ別に私みたいに別に興味なかったらそこまで細かく見なくてもいいと思うんですけど、でも結構いろいろ、あ、これこういうことなんですか、知っていくとね楽しいと思いますよ。